鋼とフリントの火打ち石セット火打ち石とは、鋼鉄片の火打ち金に尖った石英などを打ち合わせて、出る火花を加工に点火する火花式発火法に用いる皇室の石。またその発火具、古くは角石とも表記される。材質としては、玉髄、チャート、石英、ジャスパー、サヌカイト、黒曜石、ホルンフェルスなどが用いられた。西ヨーロッパなどでは、 白亜層や石灰層に算出し、ドーバー海峡の両岸などに多数あるフリント型チャートの一種であるフリントを用いたため、欧米の翻訳から始まった考古学や歴史学では、日打ち石イコールフリントという誤解が生じた。ヨーロッパの石器時代には、高鉄鋼や白鉄鋼の塊にフリントを打ち付けて火花を飛ばし、発火具とした考古学的な資料もあるが、 鋼鉄の火花と違って温度が低く、木と木を擦り合わせる摩擦発火具に比べて必ずしも効率が良くはなかった。古代以降は、鋼の火打ち菌と硬い石を打ち合わせる発火具が普及した。火打ち石による発火の原理は、火打ち石を火打ち菌に打ち付けることによって剥がれたてっぺんが火花を起こすもので、火打ち石同士を打ち合わせても火花は出ない。 火打金を削ることができるコードがあれば良いので、火打ち石の材質は前日の通りに種類が多様となる。日本における火打ち石は古くは、古事期において山と竹る命が、おばの山和びめから授かった袋に入った火打道具を用いて、難を逃れた話が知られ、また、養老律領軍防令において、兵士50人ごとに、ひきり一具とこなせもぐさ一金の形態を義務付けている。 日立国風土器には、同国が日ち石の産地であったことが記されており、江戸時代にも、久慈川の支流域で採掘された白い玉髄製の日ち石は、江戸に出荷され、水戸日打ちと呼ばれ、硬く減りにくく、よく火花が出る、最高級品であった。石器時代のヨーロッパの一部で石と石を打ち合わせて、火を起こした形跡はあるが、後の時代には、 鋼鉄製や鋼に木の取っ手をつけた火打ち金と呼ばれる道具に火打ち石を打ちつけて火花を飛ばすようになった。この火花を着火しやすい加工に点火し火種を作り、次に薄い木片の先に硫黄を塗ったつけ木を用いて焚き火やかまど、豆苗などに点火した。加工にはキノコや口木や釜の穂などを焼いた消し炭などが用いられた。江戸時代になると火打ち道具も 商品として重要視されるようになり、京都郊外の倉間山や美濃国養老の滝周辺の灰色の火打石。江戸では、水戸藩から出荷される、白色半透明の水戸火打が高級品としておもんじられた。火打石による発火に必要な加工として、釜の穂やな、パン屋などに炎症や悪を加えた加工も商品化されるようになった。付け木は、関西や西国では、硫黄。 イオウギとも呼ばれ、イオイコールイワウに通じるとして礼物などに用いられ、お返しとして、マッチを送る近現代の風習のルーツとなったと言われている。旅行や行軍用に、火打ち石、火打ち金、加工などをセットにした火切り袋は、古代からあったが、江戸時代には、布製、革製、金刀革製、木製などの様々な様式の火打ち袋や、火打ち道具が登場し、 銀座をつけたりこった作りの火打ち道具はステータスシンボルでもあった。家庭用には火打ち箱が用いられた。江戸時代の火打ち道具のブランドとしては、京都で吉久、明珍江戸で本松や九州で武前小倉大道、幕末には江戸市中で大流行した上州吉井本家などがあり、吉井本家の火打ち石は現在も神仏具として、 あるいは体験学習用教材として形を変えて東京の墨田区内で作られている。日本の時代劇の一幕で火打ち石を打つのをよく見かけるが、これは役除けのために行ったものであると言われる。すなわち、古来火が正常なものとする考え方から、火打ち石で火花を起こすことを切り火を切るともいい、身を清めるまじないや、火が魔除けになるという信仰的なとしての意味である。 日の文化史の研究者である和光大学の関根秀樹によれば、法歴年間の平賀源内の著作太平落巻物に、切り火の場面が描かれ、山、東京殿、大津ごもりやケボの創始にも、浮世絵や川柳にも類例があることから、江戸時代中後期に、厄よけの切り火の風習があったことは確実であるという。また、飛び職や、下流会、芝又の門前町、 東京下町の職人社会、落語などの演芸の世界などでは、2000年代の現在も毎朝切り病を行う風習が残っているという、ライター用の発火石による火花ライター用の発火石は、1906年、オーストリアのカール・ベルスバフ派によって発明された、セリウムと鉄の合金である。これを擦ると合金が削れる。セリウムは発火しやすい性質があり、強く擦ると削れた。 発火石の破片が摩擦熱で発火する。この種火でベンジンや可燃性ガスなどに引火させることによりライターとして使用する。ありがとうございます。